落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏、タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり、背を向けながら、心の一つも分かり合えない。大人たちも睨む、そして仲間たちは今夜家出の計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。15の夜、盗んだバイクで走り出す、行く先も分からぬまま、暗い夜の帳の中縛られたくないと逃げ込んだ。この夜に自由になれた気がした。15の夜、冷たい風、冷えた体、人恋しくて夢見てる。あの子の家の横、さよならつぶやき走り抜ける。闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないけど、ずっと夢に見てる。大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで何の意味のない、なんて無力な15の夜。盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ、覚えたてのタバコをふかし、星空を見つめながら、自由を求め続けた15の夜。はい、ありがとうございました。はい、15の夜でした。はい、みんなありがとう。いや、今日はね、みんなすごい、みんな聞いてくれて嬉しいです。僕はね、あとちょっとね、もうやってね、バシッと終わりたいと思いますが、ね、もうツイキャスのライブ